どうもマサズアウトドアチャンネルにようこそ、マサリーでございます。さあ、今回の動画はですね、まず皆さん、まあもう気づいていらっしゃると思いますけど、花粉症が爆発しておりまして、めちゃくちゃ鼻声で、目も充血して、で肌も荒れてます。なので、普段よりちょっと見づらい、聞きづらい動画になるとは思うんですけど、最後まで面白い動画を作るんで、最後までご視聴よろしくお願いします。花粉症の方分かるでしょね、お願いしますよ、そこは。はい、ということで、今回の動画はですね、こちら、ヴィンテージデニムを履こうということで、動画、撮っていきたいと思います。で、まあ、僕が持ってるヴィンテージデニムを、紹介して、でそのスタイリングなんかも、考えていこうかなと思いますので、ぜひね、最後まで、動画お付き合いください。結構ね、あったかくなってきたんで、まあ、こういうボロボロスカスカのデニム履きたいなっていう、気分の方多いと思うんで、まあ、僕がねこういったボロでスカスカのデニムをどんな感じで、履きこなすかを、見ていただこうかなと思います。まあ、僕がね本当に普段一番よく履くのはこのリーバイスと、まあ、現行のブラックデニムなんですけど、まあ、結構ねブラックデニム重くなっちゃうんで、まあ、春とか夏だと、まあ、あんまり合わないかなと思うんで、まあ、こちらねボロボロスカスカのデニムを、履きたい気分だなと思いますので、こちらヴィンテージデニムを紹介していきたいと思います。さあ、ということで、今回ねスタイリングを組むデニムを紹介したいと思います。はい、まずはこちらですね、みんな大好きリーバイスのビッグ E でございます。こちらね、もう結構ボロボロ、もうこれ完全やりきってますね。はい、もうボロボロで、もうリペアにリペアを重ねて、結構ねこのボロさ加減がまたねいい、もうポケットの、もう僕はもう大体この辺はもう破れてくるんで、ポケットは。はい、でこのベルトループなんかもね、もう糸だけでつながってるみたいなでこれはね僕がね、僕の多分前のオーナーさんが直してるんですけど、このねアメリカ人っぽいこのやっつけ感がたまらないでしょ。これねかっこいいですよ。はい、でこれがねまず一つ目ですね、ビッグEで、サイズはちょっと表記がなくてわからないんですけど、おそらく32縮みぐらいだと思います。で僕のは、ビッグEの中でも、前期の方でございますね。まあ、いろいろとね見方あるんですけど、この後ろのステッチがシングルだったり、このね股のとこがこう三角になってますよとかね、はい、まあ、いろいろあの年代判別の仕方あるんですけど、まあ、その辺はちょっとね皆さん Google で調べてください。詳しく書いてあると思うんで、はい、ということで一つ目ビッグEですね、言いますビッグEはい、で続きまして、こちらですね、こちらもリーバイス、リーバイスの66度前期ですね。はい、これもいい色落ちしてない？これかっこいいでしょう。これ結構デカめに履いてるんですけど、かなりいい色落ちしてるんで、これもめちゃめちゃ気に入って履いてますね。でサイズがウエスト36なんで、まあ、僕的にはもうかなり太めに履いてます。で僕いつも履いてるのが、ウエスト29なんで、もうかなりデカバギしてますね。はい、これもねかっこいいよね、このボロさ加減、この辺ね、でこの辺はリペアされてるんですけど、このやっつけ感、これ伝わるかな画面で、これやっつけでリペアしてある感じたまんないっすね。はい、でこれもいろいろ年代判別の仕方あるんですけどね、まあ、この辺がねバックポケットのステッチがシングルだったりね、ダブルになると66の、後期になってくるんですね。はい、まあ、それもいろいろあるんで Google 先生に
聞いてみてください、はい、でこちらが2つ目が、リーバイスの66の前期ですね、はい、いや続きまして、次は、リーバイス以外のものも紹介していきます。さあ続いては、リーバイス以外のものを紹介していきたいと思います。でもほんと鼻声でやばいですけどね、最後までお付き合いくださいはい、続きまして、こちらリーの、200ですね。70年代ぐらいの、リーの200でございます。この色落ちもすごいよね。で年代的にはこのリーは、リーはちょっと66の前期ぐらいの年代だと思うんですけど、結構ね色落ちの感じ、やっぱりブランドが違うんでかなり表情変わってきますよね。やっぱこっちの方がリーの方がだから縦落ちがね綺麗な感じしますね。はい、こんな感じでね、これがね片耳つって耳が片方にしかない、この辺もヴィンテージ好きな人グッとくるじゃないですか僕はこの辺グッときますからね、いいねってなりますねやっぱり、はい、ということで、これが、3本目が、リーの、200ですね。これはおそらくサイズ、30縮みぐらいかな多分。ちょっとねサイズ表記が書いてないんでわからないんですけど、31ぐらいだと思います。あ、31かな、ウエスト31ですね、はい、31です。まあ、ちょいゆるぐらいかな、まあ、31縮みなんで、まあ、割とジャストめの若干ゆるめぐらいで履いてます、はい、で続きましてラスト、今回4本紹介していきますね。ラストは、こちら、はい、こちらはペインターパンツなんですけど、60年代のペイデイのペインターデニムパンツになります。このボロ感も雰囲気最高じゃないですか、はい、僕ペインターパンツこれしか持ってないですけど、やっぱいいっすよね。ちょっとライトモースで夏とかこれに白 T シャツ合わせとかそんな感じで着てもかっこいいと思うんで、この雑な感じのリペアとか結構ポッケのところで、ね、リペアもかなり雑な感じで、逆にこれがかっこいいのよ。もうワーク感満載で、はい、結構いい感じに全体的にフェードして仕上がってるんですけど、これはおそらくウエストこれ36ぐらいかな、ちょっと表記ないんで分かんないですけど、まあ、おそらく36ぐらいだと思います、まあ、なのでかなり緩いですね、はい、かなり緩いです、はい、4つ目がこちらペイデイの、60年代のペインターデニムパンツでございます。はい、ということで、今回4つ紹介して、でちょっとねどんな感じで僕が履きこなすか、やっていきたいと思います。じゃまずは、そうだ、リーバイスからいきましょうか。まずはじゃあリーバイスからビッグイート66の前期から、どんな感じで履くかやっていきたいと思います。さあ着替えていきまして、まずはこちらリーバイスのビッグイー、そして T シャツがまあ古着の90年代の T シャツですね、はい、このルーニーテューンズのねタズが可愛いでしょ、はい、で、このシャツが、ゴールデンブレントというブランドの、60年代の解禁シャツを合わせてみました。はい、こんな感じでね、シャドウチェックのこのネップ入りっていう、これたまんないでしょ、古着好きにはたまらない一着ですよね。はい、こんな感じで結構まあ全体的に春っぽいカラーで、サイズもまあ緩く合わせてます。まあ、普段結構僕ビタビタで着るのが好きなんですけど、やっぱもうビタビタすぎると暑いんで、あの、あったかくなってきたらこんな感じでちょっと緩めに合わせてもいいかなっていう感じですね。はい、こんな感じでカジュアルに合わせて
おります。じゃあ次、次は66の前期のスタイリング考えていこうと思います。さあ2つ目着替えてきました。履いてるのは今です66の前期、そして、まあ、ジャケットが、まあ、今ね結構値段が高騰して話題の FFA ジャケットで、結構ね短丈なんで、インナーは、ハーレーの、ヘンリーネックのロンティ、タックインして合わせてます。こんな感じで結構ねこれウエスト36なんで、まあ、結構もギュンギュンにベルト絞って履いてますね。はい。で、あんまり上をオーバーにするとだらしないんで、結構、ね、この短丈の FFA ジャケットを合わせて、まあ、A ラインを作ってこんな感じの、まあ、春っぽいスタイリングを組んでみました。やっぱりね、FFA ジャケットなんだかんだかっこいいよね。まあ、前閉めてもこんな感じでかっこいいかなと思います。はい、2つ目のスタイリングはこんな感じでございました。じゃあ続きまして、リーの200履いていこうと思います。さあ3つ目着替えてきました。デニムはリーの200ですね。70年代頃のデニムに、中はこれはまあいつもずっと着てるファミマのパックティー、ファミマの白ティーですね。ファミマの白ティーに、70年代のナイロンのレーシングジャケットを合わせてみました。まあ、かなりカジュアルなスタイリングなんですけど、こうね、あのサイズだけ、サイズは結構ジャスト目で決めて、まあ、かなりサイズで大人っぽく見せるっていう感じが僕は結構好きなスタイリングなんで、こんな感じのスタイリング組んでみました。このねレーシングジャケットも、内側何もないペラペラなんで、結構ねあったかい時期これ重宝します。こんな感じでバイク乗ったりしますね。僕画面で伝わるか分かんないですけど、めっちゃ色白くて、で日焼けするともう火傷みたいになっちゃうんで、もうもちろん日焼け止め塗ってバイク乗るんですけど、もうできるだけ日焼けしたくないんで、半袖でバイク乗ることってないんですよ。だからこういうペライナイロン系レーシングジャケットかなり重宝しますね。こんな感じで夏場バイク乗ったりしてます。でかなりお気に入りのスタイリングですね。はい、ということで3つ目はこんな感じのスタイリングでした。じゃあ次はラストですね。ペイデイの60年代のペンタパンツを使ったスタイリングを組んでいきたいと思います。さあ最後4つ目のスタイリング、こんな感じでございます。もうスタイリングというかもう白T着てるだけなんですけどもうこれはもうファッション系で一番やっちゃいけない白 T だけ。はい。で、まあデニムが、60年代の、ペイデイの、ペインターデニムパンツで、で、白 T はさっきと一緒で、ファミマのパック T でございますね。で、僕はこれサイズは M を着用しております。で、僕が、身長175センチで体重が65キロ。まあ標準体型だとは思いますけど、まあだから M サイズですね。M サイズで、こんな感じで着てます。夏はね、もかなり暖かくなったら、もう、ダメージデニム、スカスカのデニムと白 T さえあれば、いいんじゃないのっていう感じですね。まあ、あとは、まあ、いつもつけてる、まあ、腕時計と、まあ、その派手すぎない、アクセサリー。まあ、こんな感じで、夏は過ごすと思います。まあ、もちろんね、ロック T とか、ハーレー T とかも好きなんですけど、あとはまあ、無地の白 T。もうこれが一番かっこいいですからね。これが似合う男になりたいですから、みんなね。男は。そうですよね。はい。ということで、最後は、60年代のペインターデニムパンツを使ったスタイリングでした。さあ、ということで、今回は僕が持っている
ヴィンテージデニムの、紹介とそのスタイリングを、組んでいきました。いかがでしたでしょうか。僕はでももう本当ダメージデニムが一番得意なんで、まあ、他にもいっぱい、まあ、持っているので、まあまあまあ、まあ、随時ね、まあ、紹介していけたらなと思います。はい、今回こんな感じで、終了したいと思います。またコメント欄の方でも、まあ、こんなスタイリング見たいとか、まあ、このアイテムを使ってスタイリング組んでくださいとか、コメントがあればね、それにね準じて、動画も撮影していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、本当高評価とかチャンネル登録とか、あとコメントがあるとね、僕もこの撮影のモチベーションが上がりますので、もうじゃんじゃんコメント、そしてグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ということでこんな感じで終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。